ふーん、ブタ君、 PS プラスの利用券が値上がりするって知ってたかな。はい、どうも皆さん、こんにちは、パウロです。今回なんですけど、 PS プラスの利用券が値上がりを8月1日からしますよといったね、メールがね、皆さん言ってると思います。しかし、その前にね、割引来ました。この PS プラス3ヶ月と1ヶ月が8月1日から値上がりをします。通常1ヶ月は514円だったものが850円、3ヶ月のものが1337円だったものが2150円となります。で、12ヶ月のね、5143円は変わらないんですけれども、なんと6月の7日から6月の17日までの間、この12ヶ月の利用券が 30% オフになります。これめちゃくちゃお得です。1ヶ月に計算すると利用料が300円になりますね。これめちゃくちゃ安いです。特に PS4 2台とか持っている人はもうぜひね、これ PS プラスでね、加入している人はこういうのも、ね、絶対入った方がいいと思いますね。というのも、これね、1ヶ月の利用料金が850円に値上がりしてしまったら、これ毎月毎月、これをね、更新して12ヶ月分利用した場合は1万200円になります。そして3ヶ月のもの2150円に値上がりした時に、これを年4回更新したら8600円ですね。めちゃくちゃ損することになると思います。なので本当にゲームを長くやる、1年2年普通にやっていくよっていう人は、本当に12ヶ月にちゃんと切り替えた方がいいと思います。通常が5143円で変わらないのはいいんですけれども、今回6月7日から17日の間だけこれ3600円になってますので、ぜひね、これ、購入されてる、しようと思っている人、そしてゲームをね、続けていこうと思っている人は更新した方がいいかなと思います。まあ、とりあえずね、こういった感じでいきなり割引来てるのがありましたので、ぜひよかったら参考にしてみてくださいね。